こんにちは樋口一葉の「よもぎゅう日記」1の14回目明治24年10月17日の続きをお送りします。今日は旧菊月15日なり空はただ見渡す限り雲もなくてクズの葉の裏目らしき夜なり。 いでや「お茶の水橋の海峡に成りためる」を「雪民は、などくにこにいざなわれて母君も「見てこ、などのたもうに家をばてぬ「ざか坂上りはつるこつ月さし上りぬ」「軒場も土もただ霜の降りたるようにて空はいまだ寒からず袖に伴うぞ面白し」 きゆきて橋のほとりにでぬがだいの糸引きく見ゆるもおかし月しろく水を照らして行きかう船のほかげもおかしく金ぎ銀ぱこもごも寄せて砕けては窓かなる影糸おかし森は逆さまに影を浮かべて水の上にばかり一村の雲 か,かれるもよし「薄切り立ち迷いて落ち方は糸ほのかなるに電気のともしびかすかに見ゆるもおかしいざまからんまからんとばかりいいて書くも離れがたきぞ糸割りなきまたかかるよいつかはみんなど語りつれつつ 鶴ヶ台より太田姫稲荷の坂を降りてくるほど下より上りくる和光度のよたりばかり絹は冠にていでたち爽やかにりに触れたる唐唄ずんじくるあわれおのこならましかば我もえ絶えぬ夜のさまよとて国子のやましげに言うもおかし 馬車の糸老川式に麹につと走り入りて神田の森に月民与とて坂上るほど糸苦し登り果ててふと見返るに月はいつしか空高うなりて二とある杉の陰に隠れて差しのぞかざれば見ること糸とし歌よまざらんは糸口をしゅうて さまざまに思い巡らせど、月の陰にやけおされけん、ふつにこうも巡らぬこそ、なお読むなちょうことなるべし、とて、打ち笑いつつやみぬ。王子を帰り来るほど、いといとおしゅうおぼゆれど、母君の待たせたまわんなん、いと後ろめとうて、急ぎ帰る。 8時前なりしかど、時計ただこもことに取り寄せて差しのぞき板参りしなお遠く遊ぶは糸悪しきことなりけり母君をふさせたてまつりて少し踏みども作るこの日は秀太郎小学の運動会として鎌倉地方へ遠足なりしかば さこそ疲れつらめ、など暗示暮らす。今日はここまでといたします。ありがとうございました。